ずいぶん上まで上がってきたんだけどね、わかりませんか。右に入るんやけど、わからんね。ここまでございますね。間違ったか。あのお兄さんの教え方はちょっとダメだ。あれや、上上がったら大きな墓があるので、大きなお墓を右に入ると、右に入るとね、赤いテープをしてます言うて言うてあったんやけどね、どうやろ、どの墓のことやろか。みんな同じ墓同じ見えるけど、大きな墓というのはどれが大きな墓のことかね。これかね。いや、何にもない。いや、ここにもこれは違うやろうな。いやいや、ここで行かれないわ。どういうこっちゃろう。これ由来絶壁だったのかよ。上違うところ、下降りて下の道上上がってみようか。この墓地をうろうろしてるんだけど全然わからん。どのことやろうね。ここは違うな。ここはこれじゃないんやわ。ここじゃない。おそらくね、大きな墓じゃないわ、これは。大きな墓言われたからね。あら、石仏だ。はい、ありがとうございます。そういうことは反対か。あれ上がってるね。これかね。
いやー、わからんね、これ。これ上上がっていくんだろう。なんか書いてあるな。これ関係ない看板やな。いやー、山道や。それ聞いてきたんだけどね、わからないわ。完全な山道でございます。もう3時間以上今日歩いてるからね、くさくさや。323号分。これか。ああ、中野家これですわ。ああ、わかりました。ありがとうございます。中野さんとこ。失礼します。もっと左に、右どっちやろ。左じゃなさそうやな。右上がったとこやもな。どうだ。これ上上がるか。これやな。山道でございます。完全な。おお。手を使うと上がられんかね、これ。なんか引っ張らんとこ。おい。そこまで傾斜でございます。登られへんな。よいしょ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 。登った、ここに来た。これは俺の大変やぞ、これ。墓地の中うろうろしてたからね。これ、このリボンが巻くでね。これはすごいわ。最後は。どうしましょう、これ。最後。どうやって上がりましょうか、これ。カズラ引っ張って上がりましょうか。下が緩いし、まだかい。あ、もうね、気がかかっとるから。あきません。いいわ。これか。これまっすぐ切ることかね。これ、まっすぐ行け。いやー、イノシシがいっぱい掘ってるぜ。これを
構やね。323号本、あ、やっと来ました。これは大変だ、コフ山323号本。何も簡単ないか、簡単なかったです。あ、これね、いや、上の石割れてるしね、怖っ。ああ、今でも崩れそうな感じやけど、大丈夫かね、これ。石室。これが、手前で蓋するのやつやね。これ珍しいらしいけど。これ入りたいけど、なんか怖いね、これ。これ、割れてしまった。怖っ。上にトタンはめたのかいね。この山の上までね、大変でます、こんな石を運ぶの。上がってくるだけでも、一苦労なのに。なるほどね。合わせ石はね、これ完全に、真ん中でね、あれで落ちないように、毎年やってくれてますけど。で、これは横にね、ちょっとずれてんよね。ちょっとずれてます、これ。ほんで、これ、攻めを塗ってんじゃね、これ。これ、攻めかね、これ。割れてるからね。はい。やっとくれました。ありがとうございました。コフ山は323号本。なかなか面白いね。石灰が入ってますよ、これ。早くなりましょうか。ありがとうございました。あ、ここにほら、一辺 114.8m、323号分。はい。ありがとうございました。ここまで来るのに、大変でございました。あ、下りも大変ですよ、これ。傾斜がすごいんでね。あら、イノシシが掘ってまって、これさ、イノシシがおりますよ、ここ。この辺も掘ってますね。これ糞丘で、これ糞丘入られんか。これは大きな小骨が、そう、一応縁組んだろうな、これ。えぐいやね、これ。これ769号分でどこあるの？ああ、その後、向こうの裏やね。それちょっと確認できないんだね。一瞬回ると思うんだけど。ここ323号分やから。ああ、一瞬回ってもないけどね。しかしね、上、こんな感じの、高まるないやけどね。どれのこと言ってやろうね。
この辺のこと言ってんかね。よいしょ、登りましょうか。これ来たんかね、これも。すごい山上がってきたんだ、これ。これ、どうやって降りるの、これ。座りましょうか。座りながら行こうか。危ないな、これ。登りも大変やけど、下りも大変や、これ。もう階段を作ってくれたらダメやけどね、これ。まあ、金がかかりますけど。はいはい。そこね、どうやって下るそこ。そこや。どこだ。どっとこないの。これ、カズラ。カズラ持って。これはちょっとお勧めしますね。登山靴と気球ぐらい持ってこないといけないんで、これ。ものすごい急高でございます。いや、また下がってるね。こんなとこ上がってきたのかね。こんな急なとこ。どうしましょう。この木でも持つか。よいしょ。よいしょ。どこからこれ降りましょうか。お腹から上に100メーターぐらい上がるとね、大きなお墓がありますから、その脇を通って上に上がっていったら、いざいざね、323号本、なかなかいい石棺見れますよ。ちょっと怖いけどね、上はね。いや、慣れてませんけどね。トタンカーの果てやったね。はい。ちょっとこの中でブローラーしすぎたよね。あら、一言まっすぐ上がってくれ言うたらね。迷わへんねんけどね。迷ってまった。はい。そして、古墳群323号線でした。ありがとうございました。